朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の金正恩氏が、4月31日、国訪問迎賓館で訪朝したロシア連邦セルゲイ・ラブロフ外相に会いました。ロシア連邦イーゴリ・モルゾロフ外務次官、ロシア連邦アレクサンドル・マチェゴラ中朝特命全権大使、ロシア連邦外務省オレク・スチェパノフ対外政策計画局長、ロシア連邦外務省オレク・ボーミストロフ巡回大使、ロシア連邦外務省イーゴリ・サギトフアジア第一局副局長が同行しました。金正恩委員長は外相に嬉しく会って温かい挨拶を交わした後、一行とともに記念写真を撮りました。そしてラブロフ外相一行の訪朝を歓迎し懇談しました。席上、ラブロフ外相は金正恩委員長に送るロシア連邦ウラジーミル・ウラジーミロビッチ・プーチン大統領の親書を丁重に伝えました。金正恩委員長は温かく立派な内容の親書を送ったプーチン大統領に謝意を表し、大統領に感謝の挨拶を伝えました。それで、最近世界の関心事となっている朝鮮半島と地域の情勢の流れと展望についても朝露最高指導部の意思と見解を交わし、両国の政治経済協力関係をさらに発展させ、緊密に協力していくためのことを話し合いました。ラブロフ外相は、朝鮮が北と南、朝米関係をうまく主導し、実践的な行動の措置を積極的にとって、朝鮮半島と地域の情勢が安定の局面を迎えたことを高く評価し、日程に上った朝米首脳会談と朝鮮半島の非核化の実現のための朝鮮の決心と立場をロシアは全幅に支持し、良い成果を収めることを祈ると述べました。金正恩委員長は、朝鮮半島の非核化に対する共和国の意思は変わりがなく一貫して揺るぎない、朝米関係と朝鮮半島の非核化を新たな時代、新たな情勢の下で、新たな方法で、各自の十分な理解に基づく解放を見つけて段階的に進め、効率的で前向きな対話と協議で問題が解決されることを望むと述べました。そして、戦略的で伝統的な朝露関係をこれからも双方の利益に即して新時代にふさわしく引き続き発展させるために、両国間の外交関係設定70周年の今年、高位交換の往来を活性化し、各分野での交流と協力を積極化し、分けても朝露最高指導者の対面を実現させることについて合意しました。金正恩委員長はラブロフ外相と立派な対話を交わして、ロシア指導部の立場と一致を確認し、新たな政治的戦略的相互信頼関係を築くことができたのに大きな満足の意を表しました。世界が人民大衆中心の朝鮮の社会主義制度を称えています。イギリス戦前政治研究会がホームページに載せた文で、偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記そのままの尊敬する金正恩元帥は、人民重視、人民尊重、人民以外の政治を行って、朝鮮を人民が主人となった社会主義の楽土にさらに立派に作っていると書きました。ロシア極東地域金日成金正恩主義研究会の学術担当書記は、アメリカと西側は朝鮮の人権問題を取り沙汰する前に、全般的12年制義務教育制が実施され、国の負担で働く人民皆が思う存分学ぶ権利を保障される、この国の現実を知らなければならないと述べました。ナイジェリアの新聞ナイジェリアン・オブザーバーは記事で、朝鮮民主主義人民共和国で実施される無料治療制、無料教育制など、あらゆる社会的施策について紹介し、
世界知的史研究委員会の人は、朝鮮政府は人民のためなら何も惜しんでいないと述べました。登庁したコンゴ共和国保健国民省は、送り小児病院とリジョン眼科総合病院、マスコミのスキー場などを見て、人民のため生涯を尽くした金日成主席と金正日総書記の業績について、また尊敬する金正日委員長によって、今も変わらなく実施される朝鮮の人民的施策についてよく分かったと述べました。インドネシアの国際日報は、朝鮮は税金のない国だとし、朝鮮民主主義人民共和国の活動はあくまで人民生活の向上に向けられていると述べました。朝鮮のハムジョン南道にクムヤ川第2号発電所が新築されました。建設者は自力構成の精神でクムヤ川をせき止めてダムを築き、土砂の堤防と放水路、数百平方メートルの発電機室など、膨大な工事を短期間にやってのけました。大規模な水力発電所のクムヤ川軍民発電所に次いで、海岸式に第2号発電所が建設されたので、電力生産を増やして、クムヤ軍の地場産業を発展させる物質的土台が築かれました。朝鮮の科学工業部門で重要プロジェクトの工事が推進されています。まとめによりますと、炭素湾科学工業創設のためのプロジェクトの建設で、10棟余りの建物と構造物の骨組み工事が終わり、膨大な地下貫道網の工事が進められています。先ちょん、林産肥料工場の建設で、10余りのメイン工程の基礎掘削が終わり、ナムフン青年科学連合企業所では、グラウバー石を基礎原料とする炭酸ソーダの生産工程の改造のための技術上の準備が推進されています。触媒生産施設の建設、窒素肥料の生産能力アップのための工事なども計画通りに進められています。また、新二重化学繊維工場の増改築工事と、山頂に科学連合企業所の化成ソーダの生産工程の建設など、化学工業の自立性と主体性を強めるための重要工事が推進されています。朝鮮のファンヒュナン道水産管理局管轄の恩人戦艦養殖事業所で、網の生けすによるナマコの養殖を活性化しています。事業所では人工培養場でなく、旋回で直接ナマコの採卵と稚魚の育成が可能な新技術を取り入れました。網の生けすによるナマコの生産養殖は培養場のそれに比べ経済的な効率が高いものです。海のクリーンな環境で採卵して稚魚を育てるので病害をはるかに減らし、技術の面でもその管理が容易で低コストのメリットがあります。朝鮮半島の平和と繁栄統一を目指す朝鮮王国皆の熱望が日増しに高まる中、歴史的なパラオルム宣言の履行のための北プログラムの合意交換会談が1日、パラオルムの南側地域平和の家で行われました。会談には、祖国平和統一委員会李尊厳委員長を率いる共和国側代表団と、朝鮮軍統一省主席代表とする南側代表団が参加しました。会談で双方は、歴史的なパラオルム宣言の履行における原則的立場を確認し、実践的措置を取るための諸問題を真摯に協議し、共同報道を採択しました。共同報道には、北と南の共同連絡事務所をケソン公用地区に設け、6月15日共同宣言の発表18周年を有意義に記念するための法案を模索し、書類交換の方式で協議することにするという内容が盛り込まれています。また北と南の間も召喚級軍事会談、スポーツ会談、赤十字会談の時期と場所が示されています。その他、10月4日宣言で合意された東海岸、西海岸沿いの鉄道と道路の連結、近代化問題を討議する文化会議、共和国芸術団の南側地域での講演のための実務者会談などの開催日と場所を書類交換の方式で合意し、
パルミジョン宣言の履行を推進するための北と南の合意交換会談を定例的に開催するという内容が明記されています。世界禁煙の日にちなんでの討論会が5月31日平壌の人民大学修道で行われました。保健医療部門と関係部門の人、中朝世界保健機関の代表をはじめ国際機構の代表たちが出席しました。討論会で発言した人たちは喫煙により世界的に毎年数百万人が死亡するとし、非伝染性の病気の主な危険因子であるタバコの致命的な結果についての宣伝活動といろいろな形と方法の禁煙活動の重要性を強調しました。参加者は生命を脅かす特等の嗜好品という動画を見ました。朝鮮民主主義人民共和国とポーランド共和国との外交関係設定70周年記念コンサートがワルシャワで行われました。ポーランドの外務省、海事、経済、河川交通省、実業家連盟などの人と、ポーランド駐在の中国、ロシア、キューバ、インドネシア、フィリピン、マレーシアの外交代表、鉄道協力機関の委員長などがコンサートを鑑賞しました。朝鮮の子どもたちの講演に深い感銘を受けた観客は講演を通して朝鮮の未来を見たと褒め添やしました。これに先立ってポーランドのトロイン市では両国間の外交関係設定70周年記念朝鮮の切手の展示会がありました。チャン・ヒョク鉄道省率いる鉄道省代表団がキルギスで行われる鉄道協力機関第46回閣僚会議に参加するため5月31日列車で平壌を立ちました。報道によりますと南朝鮮の与野党がパンムンジョム宣言支持決議の国会通過を阻んだ自由貫徹党を非難しました。5月28日、民主平和党報道会は、パンムンジョム宣言支持決議の国会通過に反対した自由韓国党を非難する論評を発表し、共に民主党は翌日、政策調整会議を開き、保守系野党に抗議しました。南朝鮮での報道によりますと、5月28日、在日朝鮮人スパイ事件をでっち上げた元保安司令部捜査官に懲役刑が言い渡されました。捜査官は1984年に保安司令部の上席捜査官を務めるとき在日朝鮮人留学生をソウルのチャンジュという町にある保安司令部の分室に強制連行してあらゆる拷問を加えた末スパイという虚偽の自白を強制し7年間の獄中生活を強いました。マスコミ各社は当時保安司令部の捜査官たちがスパイ事件をでっち上げて知識を上げるため競い合ったと非難しました。南朝鮮の新聞ハンギョレによりますと5月28日、パクチョン氏の独裁政治の設計である統一スパイ国民会議法廃止の法律案が国会を通過しました。この日で廃止された統一スパイ国民会議法は1972年維新憲法に基づいてパクチョン氏が大統領選出と終身大統領制を樹立するため可決した悪法の一つです。朝鮮中央通信社が民族自主の原則を一貫して堅持すべきと題した論評を出しました。論評は朝鮮の北と南の歴史的な第4回首脳対面と会談や内外の反統一勢力の挑戦がいかに悪辣で周辺の情勢がどう変わろうと民族同士意志と力を合わせれば北と南の関係改善と朝鮮半島の平和繁栄のための道を力強く開いていくということを内外にはっきりと示した。民族自主の原則は北と南の関係での諸問題を民族皆の思考と要求に即して解決するための基本の尺度で北と南の関係改善の意思を図る試金石である。
北と南の関係問題はあくまで民族内部の問題で、朝鮮民族はたとえ外部勢力によって分裂を強いられていても、同じ国土で一つの血筋を引いてきた単一民族として共に国の統一に願いをかけている。国の統一に死活の利害関係を持っているのも朝鮮民族であり、それを実現する能力を持っているのも朝鮮民族である。北と南の関係問題のことで外部勢力の機嫌を伺い、その指示を得て問題解決の動力を取り付けようとするのは実に愚かこの上ないことだ。民族が目指す北と南の関係改善の道、国の統一の唯一に正しい道がもっぱら自民族を重視し、自民族の力に頼る民族自主の道だ。いかなる情勢変動や周りの環境に関わることなく、北と南が主人となって民族皆と世界の前に約束したパンムンジョム宣言を一貫して履行すべきで、共にそれに有利な条件と環境を作るべきだ。民族皆は民族自主の原則を一貫して守ることにより、平和と国の統一の道を順調に開いていくべきだと述べています。以上でニュースを終わります。担当はオ・ヨンスク・チョジョンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。恥をかく理由は、日本外相会議が内閣会議で北朝鮮へのプレッシャーを最大限に強めるだろうと言いました。今夜は朝鮮半島で北と南の対話交流が進められていたこの3月、朝鮮の核実験準備説を飛ばして国際社会の非難の矢面に立たされたことがあります。またには文言を吐いたのは、日本が未だに世界の流れを見る確かな目を持っていないことを見せています。今世界で各国間の相互尊重と信頼を図り、共同繁栄を遂げるための国際的な努力が日増しに強まっています。分けても朝鮮半島と地域では共和国の主導的な努力によって相互の誤解や敵対関係を解消するための大きな動きが見られています。一部の防衛勢力によって難関があるものの、相変わらない共和国のおおらかな措置は情勢の発展に依然として肯定的な影響を及ぼしており、世界中の支持と共感を呼んでいます。問題はこうした情勢を見て見ぬふりをし、軽率な態度を取り邪悪に振る舞う日本の下心です。情勢を対決状態へと逆戻りさせて、国内では失敗した民主政策と不正腐敗行為に厳しい視線を向ける国民の目をそらし、国内では隣国化海外防潮策動の口実を作るのに目的があります。平和と安定の破壊につけ込んで、年内では極右政策の実現を企む日本当局が世界から糾弾されているのは至極当然です。今日本民主勢力は無謀な対朝鮮強硬政策によって存在感を示すどころか、各国からのけ者にされる羽目になっています。先日東京で開かれたある国際会議で、共和国圧迫の文言を最終文書に入れようとして無視されたのがその一例です。自分と相通じるという中東のある国に行っても対朝鮮圧迫を超えましたが、日本の政治に対する態度は相対的に外交史上かつてなく冷淡で、道義の面でも想像を絶する侮辱的なものばかりでした。情勢発展の体制を直視せず、狭い眼識で時代を見るのに日本が恥をかく理由があります。国際社会は日本が体制を見極めて理性を持って振る舞うことを望んでいます。恥をかく理由は、東大使と話しました。国の王様たちが歌う感謝の歌。
を咲き誇れ、優しく胸を抱き入れる。キムルソン元帥ありがとう。キムルソン元帥ありがとう。キム・イルソン元帥ありがとうは、創作されてから数十年が過ぎた今も祖孫の子供皆が愛唱する歌です。無邪気な子供たちでも自分たちに喜びと幸せをくれる偉大なキム・イルソン主席への感謝の歌を大変乱漫に歌うのです。振り返ってみますと、キム・イルソン主席は次の世代のために生涯の全てを捧げました。抗日革命闘争の時、児童団員たちに、お前たちは祖国の花のつぼみ、未来の柱だ。お前たちがほがらかなら私たちもほがらかで、お前たちがすくすく育つと私たちも力が湧いてくる。大きくなって国の立派な柱になると言って、革命の大黒柱に強く育てました。次の世代は階級の花、民族の花、世界人民の花なので、その花を立派に育てるのは革命家の神聖な義務だというのが主席の次の世代に対する観点でした。それで主席は史上初めて子供たちを国の王様だと呼んだのです。祖孫の子供たちは生まれた時から国の王様としてのあらゆる権利を法的に保障されています。見るところに託児所、幼稚園、少年宮殿が立派に建てられ、子供たちは生まれると赤ちゃんの宮殿、育つと少年宮殿、国の子孫には宮殿に多いとその喜びを歌いました。いつでも子供たちには一番良い服と美味しいおやつ、おもちゃ、今日も薬、養育設備が備われました。暖かい日差しを受けてつぼみが咲くように、祖孫の子供皆は奇跡のもとで幸せと微笑みだけを知り育ちました。ゼドモン幼稚園の園長、功労教員の称号を受けたキム・ヒョンヒさんは語ります。キム・ソン・ウスに고맙습니다。이노래는정말좋은노래입니다。キム・ソン・ウスを아버지라고부르며수용미래가미는キム・ソン・元帥ありがとう。本当に良い歌ですね。キム・ソン・元帥を父と呼び、主席への限りない感謝の気持ちを込めてこの歌を歌いながら私たちは成長しました。私たちが幼い時に歌ったこの歌を、今は幼稚園の子供たちと新しい世代が歌い続けています。祖孫にどこへ行ってみても、子供たちはこの歌を歌いながら、幸せに元気よく、何を羨むものなく育っています。教育委員会副委員長の博士助教授リーグアンホさんの話です。우리나라에서는아이들을왕으로내세우고자라나는새세대들을위한국가정책들이변함없이실시되고있습니다。共和国では子どもたちを王様に押し立って新しい世代のための国家の政策が変わらなく実施されています。優れた幼児保育教育法と保育教育制度、全般的12年制義務教育制度が実施され、新しい世代が立派な条件の下で思う存分学び幸せに育っています。また国の事情が苦しくても子どもたちには国と社会の恩恵が優先的に施されています。
これは次の世代を大事にした金日成主席の崇高な思想を金正恩総書記が引き継ぎ、今は敬愛する最高指導者金正恩委員長がそのまま具現しているので可能なのです。このどの託児所、幼稚園、育児院と愛育院を訪ねてみても、明るく元気に育つ子供たちを見ることができると訪朝客は口を揃えて言うのです。諸村の教育制度が一番だ。子供たちが王様になった諸村の未来は明るい。生まれ変わるなら諸村の子供になりたい。その通りです。金日成元帥ありがとう。国の王様たちが歌うこの歌に永遠に続く諸村の偉大な政治が書いているのです。国の王様たちが歌う感謝の歌、歌に交えてお話ししました。